スパイツタウンは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。主なカチクラは2004年のブリーダーズカップスプリント。父は、ミスター・プロスペクター・ジカ子の名シュボバ、ゴーン・ウェスト、母シルケン・キャットも、大シュボバストームキャット3区のカナダ2歳ヒンバチャンピオンという、決闘背景により幼いごま時代から注目され、2000年7月の、キーンランドセールで200万ドルで購買される。 3歳2月にデビュー2戦目で初勝利を挙げるが、同年夏からは骨折により2度の手術が行われるなど2年近い休養を余儀なくされる。2004年6歳にして充実の時を迎える。ベルモントパーク競馬場とサラトガ競馬場でダート1200メートルのコースレコードを受立し、快速馬としての資質を遺憾なく発揮するとラストランとなった。 ブリーダーズカップスプリントも制して、同年のエクリプス賞最優秀短距離場に選出された。引退後は、ケンタッキー州のウィンスターファームで種ボバ入り。北米リーディングサイアーランキングでは2010年から2015年までトップ10に入り、2013年には1位キトゥンズジョイから金差の2位に入っている。勝ち馬率が非常に高く、アベレージに定評のある種を馬である。 サンクは北米のダート短距離を中心に活躍しているが、2013年のハリウッドダービーを制したシークアゲイン、2009年のジャンプラ賞を制したロードシャナキル、2017年の NHK マイルカップで2着に入ったリエノテソーロなど芝をこなすサンクも排出している。北米と欧州は人カチューマを、日本は重症化チューマを記載する。 北米欧州日本、ありがとうございます。